どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はですね、ちょっとご報告、皆さんありがとうございます。ガズレレ YouTube チャンネル、チャンネル登録者の方が17万人を超えていただきましてですね、本当にありがたいなと思います。皆さんどんどんね、音楽を聴くからやるに変えていただいて、プレイをねしてください。引き続きよろしくお願いします。さあ今日もレッスンどんどん公開していこうと思います。今日取り上げたい曲はですね、今日にふさわしいね、なんかこうノリノリでいい感じの曲いきたいと思います。はい、この曲ドーン On the Sunny Side of the Street、 これね、ジャズの名曲でございます。この1930年に作られたというね、もうあらゆるジャズプレイヤーがカバーされているという曲なんですけど、つい最近ね、朝ドラ、はい、カムカムエブリバディで世良政則さんが熱唱されたということで、またこれも話題でしたけどね、ウクレレにぴったりなんですよ。ぜひこの曲ガズレレ簡単アレンジにしてますから挑戦してみましょう。いつものように2バージョンやっています。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にしているガズレレ流超シンプル簡単バージョン、ゆっくりめにやってみます。後半はかっこいいバージョン、かっこいいバージョンはなんつってもあのね、スイングしてるリズムと、まあ、ちょっと響きのいいコードも加わって、すごいいい感じで仕上がってますよ。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って聞くのも最高だけど、やる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで私音楽やりたかったんだけどやったことないんです、チャンスがなかったんだよねという方とか、楽器に挑戦したんだけどもう難しくて挫折しましたみたいな方が、あっという間にこのちっちゃいグレーで弾いてると弾き語りができるよっていうプログラムがあるんです。このプログラムめちゃくちゃわかりやすくて簡単なんで、もう世界中の方が何十万人もガズレレで音楽始めてます。みんなもすぐできますよ。はい、このプログラムもうちょっとしたらここにリンク貼り付けます。ここのリンクがジャンプしてもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけで、どんな方でもあっという間ですからね。はい、プログラムのリンク、ここから始まりますよ。いってらっしゃい、クリック。いってらっしゃい、そこに今までガズが取り上げてきた、この世の中にある、ありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン動画と課題曲、すでにもうね、1900曲ぐらい取り上げていると思いますね。はい、皆さんの好きな曲もきっとあると思います。これから音楽を聴くからやるに変えていきましょう。やってみたいなと思う曲名スペースガズレレという感じで YouTube で検索してもらうと結構出てくると思います。やってみてください。さあそれではやっていきましょう。 On the Sunny Side of the Street、 ジャズの名曲中の名曲、すごく体でノリノリでね、元気いっぱいやるののポイントになります。シンプル簡単バージョンの方からやってみます。ワン、ツー、スリー、テン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 、Sunny Side of the Street、 ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。いいですね。これはですね、このアレンジはこの曲ってジャズのね、巨匠たちがもうあらゆるカバーをされているということですけど、ちょっとフランク・シナトラさん風ですね。
テイストでちょっとやってみました。他のいろんなバージョンがあるんですけど、なんかフランク・シナトラさんのバージョンがね、YouTube 聞いてたらこれ結構かっこいいかなと思って、そっちはちょっと軸に、ガズレレならではのオリジナルアレンジでやらせていただいております。で、これ構成なんですけど、繰り返しのパターンが多くて、あとジャズなんで、途中の間奏でトランペットのソロが入ったりとかするんで、そういうところはちょっと、ショートカットなんですけど、歌のバリエーションとしてはこれフルコーラスやってると思いますんで、ちょっとじっくりこのバージョンで練習スタートしてみてください。まあ、英語ですからね、この辺のニュアンスはちょっと難しい。あとジャズのならではのこう溜めるとかこうそういうふうなフローというかですねこう自由な感じで歌うのも結構面白いんだけど、まあ、ちょっと難しいと思うんですけどね、まずはねちょっとそのなんとなくムードをこう感じ取って、モノマネでやるのがキーポイント、洋楽は特にねそうだと思っております。はい、今のシンプル簡単バージョン歌詞とコード出てますんでね、ゆっくり練習スタートしていってください。1個目のゴール設定としては簡単バージョンのガズさんの動画と一緒に演奏できたらもうねこれすごいことだと思う。ここまででも結構すごいことだと思いますけどね。はい、できるようになった方はおめでとうございます。次のステップどんどん行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を見ずに皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初からこれ歌詞とか全部覚えるの難しいでしょうから、最初は楽譜的なものを見てだんだんこう何回も練習して自分の中に落とし込んでいく、いずれは覚えちゃって、それこそこうなねニューヨークの街とかで歌ったらこれ最高ですね。覚えちゃうのがいいと思うんですけど、まずはね楽譜練習をスタートしていきましょう。でも楽譜ってどこにあるんだろうってことだと思うんですけど、安心してください。今の演奏はですね、ガズのこのノート、はい、もう31冊目です。このノートに書き出して、これを見て今ね、ガズを演奏していきました。もうちょっとしたらカメラにこんな風に大きくして、みんなもこんな風に書いてみたらいいよってシェアしようと思うんですけど、はい、今このサービス、便利なサービスがあります。ガズクラブです。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた On the Sunny Side of the Street を含む、ガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な数のノート楽譜のストックがあります。その中から皆さんが毎月5曲、この曲やってみたかったんだよな、この憧れの曲私にできるかなって選んでいただいて、毎月5曲お手元にデジタルデータとしてその楽譜がダウンロードしていただけると。この楽譜もちろんガズレレ YouTube のレッスン動画に完全に紐づいてますからね、すぐに練習入っていけるよという画期的なサービスになってます。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも本当にたくさんいろいろあります。まず毎月2回行われている世界中からのガズクラブメンバーが参加してくれている大合唱イベントガズオンというのを毎月2回、これがめちゃくちゃ盛り上がるんですよ。本当に課題曲を決めて取り組んでいたり、あと皆さんの演奏動画とかアップロードできる場所がいっぱいあってですね、もうなかなか面白いクラブ活動になってますんで、ぜひガズクラブご検討ください。あとそれとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもかなり盛り上げてますっていうか盛り上がってます。このガズレレ大学は今ねパソコンとかで見てる方、この画面の下にメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、そこを押して入っていける、毎月590円で毎週2回のライブ配信による講義があるという大学生活を送ろうということなんですけど、ここではちょっとレベルが高い濃厚なことをやってます。毎週2回のライブ配信で質問し放題、ただいまの課題曲はルパン三世ということで、ね、もう濃厚にもう本当に細かいところまでもうみんなとこうチャットでやり取りしながらやってます。こっちもなかなか面白いんで、ぜひぜひちょっとねこれは初心者の方はちょっと練習してもらって、18ビートのチャットが16ビートを弾けるぐらいの方がおすすめでございます。あとですね、ガズさんラジオ放送してます。スタンド FM という無料のアプリでね、ラジオアプリで聞けるんですけど、毎朝7時半からガズラジという、ラジオ配信をしてます。ぜひ皆さんこっちもね、無料で聞けますんでチェックしといてください。それでは楽譜を見ていきましょう。 On the Sunny Side of the Street、 ジャズの名曲です。はい、フランク・シナトラ・テイストって書いてますね。そういうちょっとニュアンスでちょっとアレンジしてみましたということです。じゃあちょっと見ていきましょう。ちょっとこのイントロだけこう、ワンブロックがちっちゃくなってるんですけど、下にくるっと囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョンではこのコードを使うよということなんで、ここの辺をちょっと確認しておいてください。こんな感じで、このね、メロディーがかっこいいんですよ。フランク・シナトラさんの、アレンジのイントロだとこんな感じ。てでんてでんてんてん、てんつてんてでんてて、この辺でちょっとジャジーな感じでいいなと思いましたね。はい、じゃあここから1番が始まる。これ英語ですからね、結構ね流れるように歌詞が進むんですよ。これだから最初はやっぱり聞いてモノマネですね。やっぱりコードは簡単ですよ。コードは簡単、はい。なんでちょっとこれ一時停止で移して、いただくか、あとはさっき紹介させてもらったガズクラブでこのガズのノートのダウンロードしてもらって、これを見て練習するのはいいと思う。めっちゃおすすめ。これを見てもらうと分かるけど、上にさ歌詞の上に点がついてるでしょ。これがリズムを測るんですよ。これ Grab your card and get your heart and worries、 ここでリズムが変わっていくと、でこれを軸にこうやってリズムをね、コードを変えていく、これが分かりやすいんですよね。この歌詞の書き方もちょっとやっぱ歌詞カード見てるよりはこのね、あの場所の位置も位置関係も含めて、分かりやすいと思います。このねノート楽譜をダウンロード、ガズクラブでダウンロードしていただくのもすごいおすすめ。はい、まずはじゃあ時間ある方はどんどんこれ移していってください。まず1番2番ということですね。はい、
はい、じゃあ次。ここ一応サビということにしました。ここからちょっとつながってるんですけど、はい。I used to work in the shade。 はい、ここの2行ね、これが一応サビということにしております。はい、 OK。 でここもコード変わってますね、ここね。はい、でここがまあ3番ですね。3番なんですけど、ここちょっと見てもらって、ここまで来たらサビへって書いてあります。はい、じゃあもう一回ここに来たらここに戻ります。本来はこの3番が終わった時にすごい感想がね、ジャズのセッションみたいなね、感想があるんですけど、そこをまあショートカットさせてもらって、これサビです。ここにまた戻っていきます。 I used to walk 戻って、で2回目これやったら、今度はこのラストのバースに行きます。これ3番と4番歌詞一緒なんですけど、ちょっとね、部分的に違うところなんですよ。ここのところの歌詞のところはね、ちょっと盛り上がりの感じが違ってたりとか、あと最後のこの2回のエンディングのところでちょっと違ってます。もう最後のエンディングのところ、ここ止まって、Dm で止まって C で終わったということで、シンプル簡単バージョンはこれ C を弾いて終わったんですけど、これかっこいいバージョンではここにね、最後にちょっとかっちょいいエンディングのフレーズを入れたいってます。これ後で解説しますので、ちょっとねかっこいいバージョンの解説見てみてください。はい、これがガズレレアレンジになっております。じゃあ出てくるコードを見ていきましょう。はい、これはかっこいいバージョンで出てくるコードなので、ひとまず隠しておいて、はい、今のね、簡単バージョン8個のコード読んでいきます。 C Am F D Am D7 C7 G7 E7 の、8個のコードでできましたということで、これねちょっとスタンプをさ下に押しすぎちゃって、もう書ききれいな感じだ。もうわかるよね。はい、この8個のコードはガズレレではもうめちゃくちゃ入門コードの助かるグループのメンバーです。これです、ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードを繋いで何かというと、このちっちゃいウクレレで音楽始めたいなと思った皆さんに一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループのことを言っております。10個も覚えなきゃいけないのかと思うかもしれないんですけど、これね入門コードだから1個ずつ見たらどれも簡単だけど、いっぺんにね10個ポッと頭に入れるとすると、わー頭ごちゃごちゃこんがらがるんですよ。なので私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、ものすごいいい動画撮ってます。ここにリンク貼っておきます。この動画見たら10個のコード面白く楽しくあっという間に覚えられる、もう必殺のね、あのロジックが詰め込まれてます。ぜひ見てコード覚えちゃってください。今日はそのうちの8個出てきますよということでございます。さあ皆さん、ちょっとここでお知らせ。いつも使ってるこのね、ガズレレ G ラブのウクレレ、はい、これはガズモデルを含む、いっぱいあるウクレレのモデルがね、販売と、予約が今ねスタートしてます。ちょっとねいろんなラインナップがあるんで、これめちゃくちゃあのいいウクレレなんで、本当に自信があります。ぜひ皆さんこのウクレレ興味ある方もない方もね、ここにちょっとリンク貼っとくんで、ラインナップどんなウクレレあるのかなちょっと見てみてください。いつもねガズが使ってこの音色はねもうご確認済みだと思うんですけど、今、販売と予約再開中だよということを挟ませていただいて、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思いますが、その前にいつもこのタイミングでお伝えしたいのは歌、やっぱこれあの英語なんですよね。やっぱね英語ってたださえ難しい上に、このジャズのボーカルってすごくこのシンガージャズシンガーのアドリブというか、そのなんていうのか、即興性っていうのかな、そこがかっこいいんで、あんまりこう決まりきったメロディーっていうか、ちょっと崩すリズムとかメロディーもちょっとかっこよく崩せるとすごく最高なんですけど、あんまり意識しちゃうともうごちゃごちゃになると思うんで、まずは基本の自分の中の基本を見つけて英語の歌の練習してもらいたいんですけど、あのねモノマネです。やっぱりこれが、洋楽早道だと思います。調子に乗って、あの調子に乗ってモノマネする、これがなりきってやる、これが早道だと思います。はい、ちょっとやってみてください。じゃあここからかっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョンでは1個コード追加、これ F マイナー、 F マイナーこれはね初心者の方ちょっと突っかかっちゃうコード、押さえる場所こことC のとこと、ここ2弦の1フレットと4弦の1フレット、こんな風に押さえるのが教科書通りですね。いい響きなんですよこれが。はい、でガズさんの場合はこの4弦の1フレットのところ親指で押さえます。はい、これねどっちでもいいですよ、押さえやすい方でいいと思います。ウクレレが低い位置で持ってる人は親指の方が押さえやすいと思います。高い位置で抱えてる人は人差し指の方がいいと思います。これ押さえやすい方でいいと思います。F マイナー、このかっこいいバージョンで使っていきましょう。で、今日出てくるリズムなんですけど、今日は合わせ技です。今日出てくるリズムはこれ。8ビートプラスルンルンビートのミックスでございます。はい。これはですね、ちょっと今から解説していこうと思いますけど、参考になる、動画、ここにちょっと貼っときます。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚なんですけど、8ビートとルンルンビート、それぞれの濃厚解説レッスン動画がここにアップロードされております。じっくりまず見ておいてください。じゃあまずこの8ビートプラスルンルンビートってどんなリズムかっていうのをやってみようと思います。じゃあ C でいきます。1,2,3,4。こんな感じなんですね。これいわゆるシャッフルというビートでリズムが跳ねてるんですよ。普通のリズムっていうのは1、2、3、4でしょ、シャッフルのリズムっていうのはタッカ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 1、2、3、4、こんな感じでタッカタッカ跳ねてるリズム、
この中でリズム弾くんですけど、で、ルンルンビートっていうのはね、アクセントが後ろ側に来るっていうイメージを持つといいと思います。ルンルンビートっていうのをちょっとやってみます。そうすると、トントタント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 。はい。これがルンルンビートです。で、普通の8ビートを弾いてみます。ダンダダンダダンダンダダンダ。これを合わせるわけですから、そうするとどうなるか。そうすると、ダンダトン、ダンタン、ダッ、シャッフルのリズムで後ろにアクセント。Grab your card and get your heart。 こんな感じです。すごいいいでしょ。これがこのジャズのスイングを表現します。キーチッチチッチチ、これがやりたいです。これでちょっと練習していきましょう。ちょっと C で練習してみようか。めちゃゆっくりいきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。ためてね、体を揺らすルンルン気分で、ドンダドンダドンダドン、体を柔らかく使う。ジャズのイメージで、このノリで最初から最後までいっちゃいます。嬉しい、このスイングでね、気持ちがいいですよ。これもだからウクレレにすごいぴったりやろうなと思って。これシャッフルのリズムね、チャッカ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 、これをうまく表現すると体をこうね、ルンルン気分で動かすのがいいと思います。まあそういうわけでルンルン気分っていう名前がついてるリズムがあるぐらいなんでね、体を動かす、これがキーポイントになると思います。あとリズムキープね、ちょっとね、決めていきましょう。かっこよくクールにね、ジャジーに決めていきましょう。はい。そしてワンポイントなんですけど、この曲もほんと最初から最後まで淡々といくんですけど、ね、びっくりするぐらい何にも決めはないんですが、今回あえてガズレレオリジナルアレンジとして一番最後の最後でちょっとエンディングのかっちょいいフレーズをやってみようと思います。一番最後のラストのフレーズいこうかな。やってみます。If I never had a cent から 1,2,1,2 If I never had a cent I'd be rich as rockefeller Gold dust at my feet On the sunny 次止まるよ Sunny side of the street。 ここ今のどう、かっこいいでしょ。ジャンジャジャンジャジャン、次一弦の3、5、6、7、はい、一弦の3、3、3、3、3、5、6、7で止めて C です。なんかこのおしゃれな終わり方かっこよくない？こういうね、エンディングで結構エンディング終わり良ければ全てよしじゃないですけど、これ結構かっこいいかなと思ってやってみました。もう一回ゆっくりやると C、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 3、5、6、7です。はい。ちょっと早いんで、指はどうやってやろうかなというけど、C って普通薬指で押さえてると思うんで、C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 、ここで、人差し指、ここ、3、5、6、7、3、5、6、こんな感じで、ガズは、人差し指で3フレット、5、6、7、3と5はスライドで、ってやってますけど、どれでもいいですよ。これでもいいし、小指でも使ってもいいし、とにかくこれちょっと余裕出てきたら、この最後、ゴール3、5、6、7のフレーズ、1弦だけ動かす。チャレンジしてみてください。もちろんこれやらなくてもね、歌の本編には関係ないんですけど、最後こういう彩りとしてこういうちょっとね、入るとまたちょっと輝きが増すかなということでやってみました。あと洋楽やる時の基本なんですけど、こういうリズムとかノリとかっていうのももちろん大事ですけど、やっぱ歌詞の中身、これ英語ですからね、和訳みたいなものを読んでですね、この曲のメッセージもこう一緒にこう掴み取って表現としてこう演奏する。これを忘れてはいけません。やっぱりね、音楽、感情表現ですからね。はい。この後、ジャズの世界観ってね、いいですよね。こうダンディーでこう渋くて、ちょっと大人な感じ。そんな匂いもこう、一緒にミックスして演奏していきましょう。さあ、それではやっていきましょう。Sunny Side of the Street ガズレレレオかっこいいバージョン。やってみる !1、2、1、2。でんてんてんてん。
out of dream。ジャズの名曲 On the Sunny Side of the Street ガズレレリューかっこいいバージョンやってみました。なんかこういいですね。もうなんか気持ちいいんですよね、歌ってると。このなんかね、リズムを自分のものにした後に歌をこうアドリブ聞かせるみたいなとこまでできてくるとかなり楽しめると思います。これはすぐにはこの感覚値はつかめないと思うんで、まあもういいじゃないですか。長い時間かけてね、徐々に自分のものにしていきましょう。さあ皆さん、お知らせです。冒頭にもお伝えしましたけど、今ガズのウクレレたち、 G ラボとガズレレで売り出している最高品質のウクレレ、もう自信があります。このウクレレめちゃくちゃ、まあ皆さんもといつも聞いてくださると思うんですけどね、このウクレレをはじめいろんなウクレレリリースしてるんですけど、ただいま大好評販売中と予約受付中でございます。レギュラーライン、わがままウクレレ、薄レレ、初めてウクレレは即発送です。で、いつもガズが作ってるガズモデルとかセミオーダーモデルとか、ヴィンテージシリーズっていうのは予約注文なんですけど、以前よりかなりスパン、早いスパンで皆さんのお手元に届けられるようになってますね。まず、公式ホームページ、ここをちょっと見に行ってください。よろしくお願いします。このガズレシピ、皆さんのスマホに入ってますか？これね、どんどん進化してるんですけど、これアプリなんですよ、ガズレレの。楽譜が見られるアプリなんですけど、この中でね、楽譜がね、いろんな楽譜が見られることになってるんですけど、1曲からでも、ワンブロックごとの、まあ、本みたいにセットで買うとすごい割安になったりします。で、今回この度ね、また40曲の新たなブロック、ボリューム7が追加になっております。ちょっとアプリもぜひ見てみてください。これめちゃくちゃわかりやすい、アプリになってまして、楽譜がですね、簡単版とかっこいいバージョンの2バージョン記載されていたり、メトロノーム機能だとか自動スクールロール機能がついていたりとか、もう本当に新世代ですから、皆さんのスマホ、タブレットでめちゃくちゃ見やすい仕様になっております。そして、この、アプリで使用している楽譜がなんと、本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、さ、この後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけど、このガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですね、もう大絶賛、Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社、リットミュージック社さんより、こういうね、楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり、ね、簡単でとにかくわかりやすいっていうのが特徴です。この本はですね、もう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、Amazon とか楽天ブックスさんとかも、置いてあります。これは本当におすすめですね。初心者さんはまずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴もう50年以上と思うので大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあまあこのガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね、毎月後半にね、予約注文とか受け付けて、またそれもね、YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね、鍵盤楽器、ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもね、ガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。